ま、今度はちゃんと死んでくれよ。あなた方、あなた方、黒く染まっていくのか。ラジオをお聞きの皆さん、一週間ぶりですね。はい、デッドマウントークデスプレイディオデデラジー、パーソナリティの篠山ポルカ君役、榊原優希です。イエーイ。はい、はい、そして今回も、引き続きゲストの方が来てくださっております。この方です。うえーい、喋っちゃった。全然考えないで喋った。いいんですよ、全然。ほんとごめんなさいね。もう全然いいんですよ。さあ、というわけでデデラジーのお聞きの皆様、どうも、クリア匠役の内田優真です。よろしくお願いいたします。散々先週もあの、うん、来週出てくださいますって言ってますから。いるよってね。いいんです、いいんです。じゃあ、ありがとうございます。ああ、優しい。いや、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。散々ね、本編で、あの胃を痛くさせておりますので。本当ですよ、匠くんの胃をね。みんなしっちゃかめっちゃかの人ばっかりなんだから、全くもう。はい、いや、もうね、そんな、うん、あの、そう、今回はね、うん、あの、前回も予告しましたけれども、はい、そんな胃が痛くなっているであろう、うん、匠くんのちょっとことだったりとか、そう、ちょっとね、その、うん、前回は結構我々からの感想寄りでいろいろトークしたんですけれど、うん、もうちょっと匠くんについて掘り下げてみたりとか、うん、まあ、そうこうしてるうちに結局感想トークになってしまったりなんかしちゃったりします。あ、いいですね、楽しみです。いろいろしちゃったりします。いろいろしちゃったりします。そんなお品書きになっております。今週も頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、このデッドマウントークデスプレイではテレビアニメデッドマウントデスプレイのキャラクター、ストーリー、伏線や謎など様々な魅力をリスナーの皆さんと掘り下げていく、はい、そんなラジオです。うん、相性はデデラジでお願いいたします。はい、それでは始めていきましょう。うん、デッドマントークデスプレイディオデッデラジ第3回デッドマウントークデスプレイディオデデラジ。この番組はデッドマウントデスプレイ制作委員会の提供でお送りいたします。放送配信情報。テレビアニメデッドマウントデスプレイは毎週月曜24時より東京 MX 他にて順次放送中。 D アニメストア、 U-NEXT、 アニメ放題にて地上波同時配信、その他各配信サイトにて順次配信。それでは今回の番組前半はこのコーナー、うん、dmdp.com。 はい、こちらいわゆるふつおた、普通のお便りのコーナーです。はい、パーソナリティやゲストさん宛てのメール、うん、そしてテレビアニメデッドマウントデスプレイの感想をご紹介しておしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、ということで今回はね、内田さん宛てのお便りたくさんご紹介していきたいと思いますよ。ありがとうございます。はい、まずはこちら、うん、ドドン、ラジオネームのりまきさんよりいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。待ちに待ったアニメ化、ここ数年近隣店舗で布教しまくっていたのでめちゃくちゃ楽しみです。やった、ハマった人間一同、放送開始を心待ちにしております。この作品に、命を吹き込んでくださった皆様、うん、本当にありがとうございま す, ということです。個人的には匠の出番が楽しみです。わー、ありがとうございます。いや、そうなんですよ皆様、うん、匠くんの大活躍見てくださってますか。大活躍。いや、ちあのね、そこに関してはもうこう匠をねやってる側から言うと、うんうん、違うんですよ、周りが活躍しすぎてるんですよ。周りがもうどん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 こう、あの、前に前にこう行くから、匠は大丈夫かな大丈夫かなって言って、こう後ろをこう引っ張る人が必要なんですよ。何をおっしゃってるんですか。はい、もう匠くんがいなかったらですよ、うん、もういろんな情報がね、うん、出てこないんですよ。みんなぶっ飛んでて何にも説明しないから。そうね、なんか匠くんが説明してくれなきゃ。歩き出す人多いんだよな、なんか本当になんかとりあえず行ってみようみたいな人が多いからさ、うん、そうですね、そうなんだよね。だからちょっと待って、それってどういうことなんだとか、そう、どういうことなんだよとか、ちょっと待てって、そいつは丸々丸々だぞみたいなことを、そうなんですよ、そう、ね、確認とかね、そう、本当にそういうの大事だよね。一応これでいいんだよなみたいな風にこう言ってくれたりとか、ね、ってことだよなっていうことを言ってくれて、いや、でもね、そう、うん、本当にみんなのおかげですよ。おかげさまで、ね、ポルカとミサキのおかげで匠は仕事ができているという。
ね、とこありますよね。いや相当多分ね、うん、毎日が忙しくなっている、なってるんだろうねきっとね。あいやアニメジャパンとかでもね、結構その、本当に、はい、本当にあの、うん、何でしょう、一番もしかしたら常識人なんじゃないかっていう話はしておりましたけど、うんうん、してたね、そうですね、うんうんうん、まさしくそんな感じですよね。うん、いや本当にね、見てる側の聞きたいところを言ってくれるし、同じところを気になってくれる。そうだからね、やっぱこっちの世界の中でもね、常識人に、うん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 、の方というか、まあ、メンバーの中ではね、まあそうですね、うん、っていうのもあって、ポルカにじゃあ、その異世界のことを言って、それでなんだとか、そういうのを聞いてくれる立ち回りだったりするんで、うんうんうん、やっぱ見ている人も、まあ、匠の気持ちにはこう共感しやすいっていうのはね、すごいあると思うから、見てる人はなんか、あ、大変だろうなっていうのを、匠は大変なんだろうなっていうのを、なんかなんとなく想像しながら、これなんかやっぱこう己のこうペースのあるこう2人だからね、ポルカとミセキが、それにこう巻き込まれていってる姿がね、なんかこう面白く見映ってんじゃないかなとは思いますね。いいですね、うん、本当になんかもう聞いててめちゃくちゃ、なんでしょうね、うん、すごくいい巻き込まれ方をしてくださるから、うん、巻き込まれ方をね、なんかこういい、すごくいい、なんか絶妙にその、なんでしょうね、これもなんかどこかでお話ししたような記憶があるな、なんかその、うんうんうん、内田さんのやってくださる匠くんのボイスというか、うん、なんかどこかに、なんかなんでしょうね、本質的な優しさというか、匠くんのなんかちょっとなんか、結局いろいろ言いつつも面倒見てしまう感じみたいなのが、なんかどこかにじむボイスで、すごいなんか聞いてて、あーよし、これはもっと迷惑かけても大丈夫だって。ねえ、おいちょっと待って待って待って、すごいな、ポジティブになんかひどいこと言うじゃないか。よし、これからもどん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 治療術を行使するぞ。いやいやいやでもそういうのほっとけないのよね、きっとね。そうですね、はい、素敵ボイスの匠くんですよ。これからもね、もういっぱいあの3人活躍しますので、ぜひぜひご注目ください。よろしくお願いします。お願いします。ということで続きまして、はい、ラジオネーム、うん、オクラハマミキさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの榊原さん、ゲストの内田さん、はじめまして、うん、はじめまして。早速ゲストの内田さんに質問なのですが、クレア匠役はやはりオーディションだったのでしょうか、はい、だとするとどんなプランで役作りしたのかお聞きしたいです。あら、原作を最初に読んだ時のクレアさんの印象はいかがでしたか。はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは気になる。これはね、僕もオーディション受けさせていただいて、そうなんだ。で、これね、でもね、2役受けてるんですよ。お、僕はね、ポルカも受けてて。あ、そうなんですか。僕ね、ポルカやりたかった。え、任される衝撃の真実。そうだったんですか。僕はね、もうポルカ、いやでも匠は、はいはいはい、最初オーディション資料をもらった時に、はい、まず顔が見えないっていうところから、うんうんうん、何考えてるのか一瞬分かりづらいなってその時思ったわけ。まあ、確かに。でポルカは表情には出さないし見えないけど、うんうん、行動原理みたいなものがめっちゃはっきりしてるなっていう、何を考えてるかは分かる、うんうん、でそれを見せないし、みんながどう感じるか分かんないけど、ただ視聴者としては、うんうん、ポルカの気持ちってすごく分かりやすいなっていうのがなんかどっかにあって、うんうん、でポルカみたいな、まあ、割と線の細いタイプって、はい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 、ちょっとね、我ながら、うんうん、まだやりたいなって気持ちあるんですよ。まだ挑戦したいなって気持ちあるんですよ。やっぱり結構いかつい人の役とか、まあ、ガタイのいいとか、ちょっとそういう役やらせていただく機会も増えてきた分、ちょっと線細な役もちょっと挑戦したいなと思って出したんですけど、匠さんでした。ありがたいな、ね、選んでいただいたこと自体がめちゃくちゃありがたいんであれなんですけど、なんというか、はい、なんか そんなことがあったのか知らなかった、何も。いやだからもうポルカの声聞いた時に、うん、これだわってなった。俺じゃない絶対って思った。同じ受けていただいた方にそう言っていただけると、いや、なんというか、本当にそういう、とても、うん、なんか不思議な感覚、そうだったんだ。いや、ぴったりだと思います、うんうんうん、本当に思ってます。いやだからそんなのがあって、だから匠になりましたっていうのを聞いてから、はい、だからうわ、ちょっともう本当に改めてもう一回ちゃんと読み直して、うんうんうん、組み立てなきゃっていうのがやっぱあったから、うんうんうん、だからその、まあ、まずやっぱそのヒントを探すわけですよ、うんうんうん、で匠はやっぱりそのどっちかっていうと受け方
あのただみんなが何かをしたことに対して反応したりとか、そうですね、自分から何かをしようぜって言うんじゃなくて、みんながそれをするならじゃあこうなんじゃないのとかっていう、そういう受け手のタイプだったので、僕は割と自分はそっちよりというか、こうしようよとかじゃなくて、みんながこうしたいんだっていうのを聞いた時に、あ、なんかじゃあこうした方がいいかなっていうふうに考える方が、まあ、僕は結構人間的にはその楽なタイプで、だからなんか匠はそういうところから、あのちょっとあのじゃあみんなが何をしてるとか、そういう状況をまず把握するっていうところから、作っていこうみたいなのは最初ありましたね。なんか本当に、なんて言うんでしょうね、その感じが匠さんをなんか演じられてる状態の時に、なんて言うんでしょうね、このポルカ君とか、いろんな周りの人から何かこれをこうするとか、私はこうするんだみたいな、いろんなこの行動を示されて、なんかその時にこう何かしらこうサポートとかをするじゃないですか、なんかその時にこのなんて言うんでしょうね、脳内でそれをするのか、じゃあ待てよ、この情報が必要だろうとかって、この、なんかこの思考プロセスを経て、なんか必要なサポートをペペペって脳内で、これとこれとこれだろう、全く仕方ねえなって、なんかそのなんだろう、そのプロセスが挟まってで、言葉を発してるみたいなのが、何でしょうね、それもすごく出てて、なんか、なるほどって今お話を聞いて確かにと思いましたね。そういうことだったのか。そう、でも細かいところはね、本当にあのやっぱりあのマウントがあることで、やっぱり結構表情が見えないっていう難しさはあって、でこの作品やっぱ僕もその、まあ、現状この収録の段階だと1話が放送されてるっていうところで見てるんですけど、やっぱ目の印象ってめちゃくちゃ強いなと思って、この作品は。そうですね、オープニングでもね、あのポルカの目アガンとかがね、そうアガンとか、あそこから始まってて、でやっぱ表情が目で全然違う、で美咲が人をじゃあ切る時の、あの目であったりだとか、そのやっぱこう刑事であったりそのしてもその目の奥の表情とか、そういったものがすごい重要な作品の中で、まあやっぱ匠はマウントをつけてるっていう、このここが結構なんかでかいポイントだなと思ってて、そうですね、だからこのそのマウントの先にどういったものを見てんだろうかっていうのはやっぱ大事だなってやりながら思ってますね。確かなんか収録の時とかも、そのここの部分のここのシーンの匠くんのそのね、目とかがやっぱ見えないから表情が読み取りづらくて、この発言はどっちの思考で発言してるんですかって、なんかその伺ってらっしゃった記憶が僕の中にもあって、なんか疑問とかをね、こうツッコミで言ってるのか本当の疑問なのかとか、その反応の種類がやっぱりこう大体いろんなキャラクター見てても、まあ絵の根底だったりとかしても、目を見るとか眉毛とか目を見ると、そうですね、そう結構表情をそういうので掴むんですけど、まあない分どっちで行くべきかなとかは、会話か、もしくはそうやってちょっと確認を、自分でもどっちだろうと思った時は確認をしながら、撮ったりとかしてますね。いや、結果あのスーパーちょっと優しみも溢れつつ、あのなんか冷静さというかもう溢れつつな匠くんが出来上がっているという、うわなんかそうやって言われるとすごいいいキャラに感じるな、すごいいいな、いやいい子ですよ、いい子ですよ、匠くんはいいぞいいぞいいぞいっぱいあげてもろて、いやいいですよ、良きですよ、みんな本当に、なんでしょうね、デッドマウントの登場人物たちの濃さ、むちゃくちゃそう、いや本当ですよ ね、登場人物の濃さが濃いから、いや本当にキャラクターね、各々の個性は超あるんで、毎回群像劇なとこもあるんですけど、あの印象的なところって毎回あるから、本当にちょっと隅から隅まで、あのちゃんと見てないとちょっともなんか本当もったいないなって思うぐらいの、ね、パンチ力がありますよね。それこそね、原作を、なんでしょう、あのオーディションとかにあたって読むじゃないですか、その時とかもなんかもう なんでしょうね、濃すぎて、おーこんな人が出てきたって、面白いなってやってるうちに気がついたら、僕はあの最新刊まで読破していただいてあっという間にねそう、あこれ多分落ちても読むやつやと思いながら
あるよね、なんかあのオーディションの段階でどこまで読もうかなって思う時はね、うん、あったりしますけどね、面白いと止まるのが大変っていう、もうね永遠に読んじゃいますね、ね、原作の方ででも本当にやってる、こう結構ね、ミニキャラっぽく描いてたりとか、そういうこう、うんうん、コミカルに描いてる分、割と本当に殺し屋とか、うんうんうん、なんか割とダークファンタジー的な部分って結構あったりするんですけど、うんうん、なんかこうファニーに見れるのはなんか面白いですよね、うん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 、なかなかあんなお互いを、うん、ヒロインと主人公がお互いを殺し合った状態であんなに仲良くしてること、うん、そうそうない。そうね。いやー怖い話ですよ。すごいですよ。いやいやいや、そんなポップ、いやポップに言うことじゃないのよ本当に。そんな状態でなんかね、うん、2人とも話してるし、そうですね、すごいですよ二人に限らず、うん、限らずね、あのサメ様も、気になりますね、そうですね、はい、そうですね、どんどんね本当に素敵なキャラクターたち出ますからね、いっぱい登場してきますので、今後もお楽しみに、はい、よろしくお願いします。以上、普通のお便りをご紹介しておしゃべりする dmdp.com のコーナーでした、はい、パーソナリティやゲストさん宛てのメール、テレビアニメデッドマンとディスプレイの感想お待ちしております。原作情報、原作成田凌吾先生、作画藤本慎太先生による原作コミックス「デッドマウント・ディスプレイ」はヤングガンガンにて好評連載中。最新11巻は通常版と豪華小冊子付きの特装版が発売中。デッドマウントーク、ディスプレイディオ、デッデラジ。では今回の番組後半はこのコーナー、デッドマウントーキング。こちらは原作そしてアニメデッドマウントディスプレイに登場する役ネタ、異能、カバネ神殿、殺し屋殺しなどの通称、占いなどの用語を使ってメールを投稿していただくコーナーとなっております。今回も投稿届いておりますのでご紹介いたしましょう、はい、ドン、ラジオネームタソメソさんよりいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもこれは異能なのか判断していただきたいことがあります、うん、それは目覚ましをセットした5分前に必ず起きることです。目覚ましをセットしないとずっと目が覚めず寝てしまうのに、うん、逆に目覚ましをセットするといつも 5,6 分前に目が覚めてしまうんです。能力なのか何かに疲れているのかわからないですが、これは異能なんでしょうか、どうかご判断をお願いします。この異能ね、この異能、ちょっと坂平くん、この異能は僕は所有してます。所有してます。この異能を保持してます。異能コレクターなんで、保持者、保持者、はい、異能コレクターなんで、コレクターなので私。これなんかありません、どうですか、保持してますか。いや保持しております。マジでさ、これ何なんですか、何なんだろうね、マジでね、なんかさね、俺不安になってさ、うんうん、まあ、一時期ね、うんうん、5分おきぐらいに、うんうん、やっぱなんかこうアラームかけてセットした時あったんだけど、うんうん、でもなんかね、それを聞く前に起きちゃうわけよ、やっぱり5分前に、ね、なんかアラーム起きる前にわー起きたーって言ってさ、うん、でまあなんかすぐに動き出さないからさ、ぼーっとしてるとさ、うんうん、1個目がピピピピってなって、うんうん、あーちょっと目をって、その後数分後にピピピピってなって、あー大丈夫っつって、その後またピピピピってもうみたいな、もういい子でいいみたいな、起きちゃうからいらないのにさ、すごいかけちゃって困った時あったんだよね、うんうんうん、なんかさ、このなんか嬉しいんだけどさ、起きれんの嬉しいんだけどね。いやなんか発動するんですよね。あと、うん、その僕それに加えて、うん、結構やっぱなんかなんでしょうね、うん、寝がビビリなんで、うんうんうん、なんかもうこの異能発動すると、うん、何パッて目が覚めるじゃないですか、うん、スッてこう目が天井を捉えるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、このカーテンの隙間から漏れた光が天井に映ってて明るいわけじゃないですか、はい、あ、これ終わったなってじゃないでしょ、終わったなって思う、これってこれ目覚まし多分セットし損ねてたなみたいな、あ、あってこれ多分やったなって思って、うんうんうん、うわーってこう一気にドッ
ってこう背中に変な汗をかいて、うわ見たくね、うわどうせこれあなんかマナーモードにしたまま寝ちゃってたのかな、着信履歴とかめっちゃあるんだろうなって思いながら携帯を手に取るわけですよ、そしたら5分前でバカ野郎みたいな、そういやなんか起きちゃう、なんかね起きてるからいいことなんだけどね、ある意味いいんですけどね、ねドキドキするんだよね、あとそうなんか、と発動するときしないときが あやっぱあるんですけど、あるとはいえ、あ本当にただ気づいたんですよ、なんか、寝る前に何時間後に起きるって意識したら発動するなと思って、あじゃあ自分の意思によってなんかだからもしかしたらそうですね、なんかそういうのあるかもしれない、でも試したことあるんですよ、試したことあるの、そうだ一応翌朝の起きないといけない時間にセットした上で、試しに1時間だけってむっちゃ意識しながら昼寝してみようと思って、やったら1時間で起きたんですよ、おらあれじゃあこれまさにしくもあれこれこれ良くないですか、これはいいよ、それはいいよ、欲しいよその能力、そうなんかピタリスリープ機能でしょ、そうなんですよ、すごくない、いやなんかだからおおって思って、なんかだからもしかしたらタソメソさんも何時間って意識したらいけるかもしれない、コントロール可能な異能の可能性ある、そうちょっとあります、マジか、ただ問題があるとしたら、なんかあの精度70% ぐらいです。いやー 70% か。いやたまに寝すぎます。あいや怖いな。寝すぎるパターンなんだ。寝すぎるパターンなんだね。たまに寝すぎます。あそれ怖いな。結局アルバムはセットしてます。あ逃れらんね、安全ですから。そう結局、そうそうですね。そんな感じ準備大事ですからね皆さんね。なんですかね、これは、はい本当に、いや皆様もちょっと異能育成していきましょう。はいはい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで。以上デッドマントーキングのコーナーでした。お便りありがとうございます。ございます。デッドマンとデスプレイに登場する用語を使って投稿をお願いいたします、アニメのストーリーの展開とともに徐々に使える用語を増やしていきましょう。それではここで1曲お聴きください。テレビアニメデッドマンとデスプレイオープニングテーマ、ソーさんでネロ。あなた方あなた方黒く染まっていくのか、その遠さの見えるような目で、あなた何しに、ここへ何しに、昨日はそぎ落とした断り、それは苦しい、なのにどうして、ここに蘇ったこと、ルールは無視して、きっと来たことを想像してなかったね。あなた方あなた方黒く染まっていくのかい、ありふれた幸せが周りにちょうどなかったよね。暗くなる、当たりは見えなく、色の意味もなくなる世界へ、立ち上がり一寸先へ抗え。情報、テレビアニメデッドマンとデスプレイオープニングテーマ、ソーさんのネロが配信中。同じくエンディングテーマ、水瀬いのりさんのアイオライト発売中。ブルーレイ情報、テレビアニメデッドマンとデスプレイブルーレイボックスが9月20日水曜日に発売が決定しています。原作成田亮吾先生書き下ろし小説、藤本慎太先生書き下ろしイラストカード含む特典付き。詳しくは公式ホームページをご確認ください。デッドマウントーク、デスプレイリオ、デデラジ。さてさてさて、デデラジ第3回お別れの時間が近づいてまいりました、番組ではリスナーの皆様からのメールお待ちしております、詳しくはメールフォームを参照してください、各コーナー宛ての投稿お待ちしております、今週もありがとうございました。
とうございました、はい、ゲストさんは決まり次第告知いたしますので、うんうん、アニメ公式ツイッターをフォローして通知をオンにしてください。お願いいたしま す, しますデッドマウントークデスプレイディオデデラジはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜22時に配信されます、はい、次回第4回の配信日は5月5日金曜日22時になります、はい、忘れないようにカレンダー機能にデデラジーとメモしておいてください、はい、金曜夜はデデラジーです。デデラジーです。はーい、いやそうなんですよ皆様、このね金曜22時っていう時間に放送されるじゃないですか、うん、はい、されるね。あれこれ話しましたっけ第1回で。何、いやこれあれなんです、うん、あのねこのアニメの、うん、この月曜日にね、うんうん、アニメが出る時に、うん、ちょっとそのちょっと前に、うん、ぜひとも皆様に前回のね、うん、あの放送内容とかを我々のトークとかで思い出していただきつつ、はいはい、またちょっとよしじゃあ月曜日に備えるかって心づもりをしていただこうじゃないかという、あそんな粋な計らい粋な計らいによってこの金曜日になっていると手前らで言いますよ。なんてこった、そうなんですよ。手前らで粋だって言います。粋でしょ、押してくやん。どうですか、超粋でしょ。粋です、粋です。粋って言って、粋って言って、粋です、粋って言って、いや粋ってると言わないで、言わせてる、粋ってるって言わないです。ということでね、そんな我々ちょっと、はい、そんな意味を持ってね金曜日に放送されておりますので、はい、早速ちょっとね5月い、あ5日じゃないや5月、はい、間違えてるよ。5月1日から日、ね、はいはい、放送配信されます、うん、デッドマウントデスプレイ第4話の見どころについて、はい、ちょっと語りましょう。語ると言いますか、予告しましょう。予告ね、これまたちょっとそうっす、ね、なんかある種難しいんですけれど、うん、ただまあでも、うん、あれですか、あのやっぱ刑事さん方のチャーミングなところが見れる、ね、かもしれない、ま、めちゃくちゃチャーミングよ刑事、本当にもう刑事様勘弁してほしいぐらいチャーミング、ね、チャーミングなお姿が見れるんじゃないかという、もう嬉しくて震えてたもんね。もうずっと匠はね。とってもあの、うん、チャーミングな方々なので、いや本当にそうですよ。そうそうそう、 もしかしたら見れるかもしれない、見れるかもしれない、はい、結構今回も波乱です。そんな感じになっております、はい、いつも激動だな。いや本当ですよ。もう、ね、そうなんですよね、いや今回激動ですよって毎回言おうと思うんですけど、そうずっと激動なんです。もはやね普通になりつつあるもんね。激動がね、 そしてそれが日常になっていく。これが新宿って街なのか。いや新宿のイメージが、皆様東京に来るときにはあの対異能能力を見せてください。いやいやいや惜しいよ。安心してきてくださいね。安心自分にお願いしますよ皆さん、アニメデッドマウントデスプレイ、はい、第4話お楽しみに。感想メールも送ってくださいね、はい、はい。ということで今回も内田さん、内田優馬さんをゲストにお迎えしてお届けいたしましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いやもう気づいたら終わってました。いや本当にそうですね。いやでもなんかすごい、はい、あの、うんうん、坂木原くんはなんかこうやっぱポップな人ですね、非常に。本当ですか。うん、なんか褒められてますか、それとも落ち着きがないって言って、落ち着きないとはまあ言って、よかった言ってないが、言ってない。言ってないが、よかった言ってない。いやでも、いやでも全然、いやマジなんかすごく楽しかったですよ、はい、やった、うん、やったぜ。なんかなかなか、あの僕もあんまりその自分よりこう、うん、年が下の方とか、うんうんうん、やっぱはしゃべる機会なかなかないんで、うんうん、それ嬉しい、なんかこういう機会もらえて。あ、そうか、それこそそうアニメジャパンとかでもあの、うん、なんだあの自分が下なことが多いっておっしゃってましたもんね。そう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 、うんうん、この3人だと年的にはそうだね、僕が一番上になるからさ、うんうん、だからなんかすごいなんか新鮮ですごい楽しかったです、うんうん、これからもすいません、これからも仲良くしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんと呼ぶな。俺はお兄ちゃんじゃない。いやいいけど、いや嬉しいけど、ありがとう。ありがとうございます。本当にありがとう。本当にありがとうございます。またご参加ください。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、内田さん2週にわたってありがとうございました。はい。ということで今回のデデラジはここまでとなります。うん、お相手は篠山ポルカ君役坂木原優希と呉谷匠役内田優馬でした。デッドマウントークデスプレイディオデデラジ、おっと。次回の配信を
お楽しみに。裏切られた。デッドマウントーク、デスプレイディオ、デデラジ。この番組はデッドマウントディスプレイ制作委員会の提供でお送りいたしました。